ニットから先いきますね。はい、はい、商品名がハイネックもっちりニット、品番 C の5058、はい、C の5058でございます。はい、お色5色展開でございます。はい、くーちゃんが着てくれてるのがまずベージュ。はい、はい、手に持ってるのがオフホワイト。はい、続いてブルー。はい、続いてパウダーピンク。はい、はい、で私が着てるのがブラックでございます。まあ、5色展開でございます。はい、お値段いきます。じゃん、2300円。イエーイ。はい、はい、こちら11月18日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。イエーイ。ではグーちゃんポイントお願いします。はい、はい、とまずここの切り替えがね、ここの切り替えがすごい可愛くて、シンプルの上にデザインがちゃんと入ってるっていうのがポイントかなっていうところと、手のね袖のこのポワンとしてる感じもすごい可愛いです。でもそんなに大きくないポワンなので、お食事の時とかも邪魔にならない程度だと思います。手洗う時とかもクシュッとなるので、はい、っていうのと、このスリット感がまた可愛いんです。なので下にその柄付きのスカートとか履いてもらったら、ここから柄がね見えるので、すごい着回していただきやすいんじゃないかなと思います。ジーンズとかも履いていただきやすいかなと思います。はい、うん、でここはまっすぐ伸ばすとこれぐらいまであります。うん、なのでこう冬とか寒い時とかはこう全部上げていただいても可愛いですし、こうやって一回外折りとか内折りとかもしていただいても着れるので、はい、見てくださいっていうのと、まあ、ここのね切り返しがあって、さらにここもね上の方なんですよ。ここのなんていうんですかね、なんていうんやろ、これデザインが、デザインかながあるのが、なのでちょっとね足長に見えます。足長効果があるかなと思います。うん、はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお洗濯の、はい、うん、お洗濯、お洗濯表記だけ、うん、あのお伝えすると洗えるんです。これ嘘、ニットやのに、はい、珍しい。はい、マシンウォッシュができるんですね。そうですね、お40度です。はい、珍しいです。なのでなんですけど、多分ネット入れて、うん、そうですね、優しめで洗った方がめちゃくちゃ、はい、かなと思います。うん、水色ぐーちゃんに来てほしいです。水色じゃ着てこようかな。うん、はい、お願いします。はい、うーんと、すぐ聞いちゃいますが、チクチクどうでしょう。チクチクはですね、全くしないとは言えないかな。ただ結構ねハイゲージっていうんかな、結構網目が詰まってるので、なんかあのなんていうの、ざっくりニットとかよりかはあったかめな感じの編み方になってるかなと思います。チクチク気になる方は、私も長袖のちょっとあったかくなる系インナー着てるんですけど、それで合わせるのがおすすめです。みーちゃんと一緒で、私も低身長で広角ストレートなのですごく参考になります。ありがとうございます。嬉しい。これハイネックね、広角ストレートさんが着られる場合はアップして、あの大きめのイヤリングつけてとかしていただくと全然着ていただけるので、はい、あの骨格にとらわれずおしゃれ楽しむのが一番だと思うので、ぜひハイネックも挑戦してください。みーちゃんピンク着てほしいな。 OK です。パウダーピンクね、パウダーピンク着てきます。じゃあ次、ニット可愛いの奥で欲しいのに、九州まだまだ暑くて着れないの悲しいです。あったかいんや。でも来週やっけ、めっちゃ急に寒くなるって言ってたよね。うんうん、そうですね、らしいですよ。なのでつけてつけください。みーちゃん首元見せてほしいです。もしくは明る、 OK です。明るい色で、多分黒やったら飛んじゃうので明るい色でお見せしますね。みーぐーちゃんは何色がおすすめ。私は黒、黒が締まって見えるので、黒のハイネックってめっちゃ好きな、なんかね、うんうん、黒のハイネックとベージュのチェックのなんて、ちょっと安室ちゃんっぽい感じのコーデがこの秋したいので黒のハイネック1枚欲しいなと思ってます。うん、ベージュが好きか。うん、ベージュ可愛いね。はい、あ、そうか、さっき着てたやつか。はい、可愛かった。今週暖かいですよね。そうですね、タカさん、なんか私も今日アウターなしで来ちゃった。夜寒いかもやけど、なんかね、あったかいですよね。急に寒くなったりあったかかったりするから、風邪ひきそう。気をつけください皆さん。スカート紹介もありますか。そうありましたか。スカート次ご紹介します。みーちゃんの今のコーデ好き、嬉しい、ありがとうございます。佐賀県も暑い、アシューさん、そうなんや、佐賀県暑い、いいんや。
年齢まで可愛い、その時代のコーデ私めっちゃ好きです、うん、あ、可愛い。今日もまた新作コーデなんですけど、意外と綺麗ね。若干モコッとすると、はい、若干モコッとしますが全然着ていただけます。はい、うん、ちょっと黒で締めてきました、うん、ね、見えてるし、あ、ピンクだです。はい、みーちゃんが昔ナムラちゃんコーデ知ってるのびっくりそう、好きです昔ナムラちゃんコーデ。うんと、待ってくださいね。うちで飼ってた猫の名前もみーちゃんだったあ、でも猫ちゃんみーちゃん、確かにみーちゃんと思いますね。ぐーちゃんのスカート、フレアスカートの身も出たけどっちがおすすめですか？骨格ナチュラルっぽいです。私やったら丈感的にはマキシやと思います。うん、あ、このスカートですか？ぐーちゃんのスカートとフレアスカートの身も出た、あ、このスカートと身も出たけですか？このスカートと身も出たけやったらナチュラルさんやったら、うん、こっちの方がちょっとタイトめに見えて可愛いと思います。ナチュラルさんすごい似合うんじゃないかなと思います。はい、ブルーの色好き、いいちゃん似合いそう。確かにブルーいいちゃん似合いそうですよね。なんかピンクと薄めのピンクとか薄めのブルーとかが似合うんじゃないですかね、ブルベさんなので。はい、ドラえもんの彼女の猫もみーちゃんだね。ドラえもんの彼女の猫、あ、ドラえもんの彼女、あ繰り返した時は確かに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 みーちゃんですね。ドラえもん彼女のあれってでもドラえもんが勝手に好きなだけだと思ってた白い猫でしたよね。白だっけ、え、色違いましたっけ。なんかドラえもんも何年ぶりも何年も見てないかもこれドラえもんみたいなカラーですね。ドラえもん確かに可愛い。ぐーちゃんのコーデいつもおしゃれ、ありがとうございます、うん、嬉しいな。ぐーちゃんのそのスカート、ぐーちゃんのスカート何色が着ますいですか？アレールニットのブルーとアイボリー持ってます。ブルーとアイボリーだったら、黒ちゃいますかね。可愛いと思います。でもアイボリーやったら、ブラウンかな、モカ、モカチャコールもう絶対可愛いと思います。はい、これにモカチャコールでも絶対可愛いと思います。あ、お待たせしました。あの、はい、プリーツスカート、はい、原ちゃんがいっぱい色替えしている定番のスカートを乗せてきました、はい、で、外に1回折りしてます。私はやったら全然着れるわ、はい、うん、私は内折りですね今、うんうんうん、外折りと内折りしてますが、はい、全然着れます。これ短いですけど、はい、ほったらいけました。はい、はい、です、うんうん、あ、みーちゃんピンク似合う、かわいい、よかった、ありがとうございます。で、私はこういうハイネック着るときは特に気をつけてるんですけど、うんうん、あの耳見せたりくくったりとかで、ちょっとすっきりさせる髪型にするのと、今ちょっと若干見えてるかな、足首と手首ですね、ちょっとめくって見せると、骨格ストレートさんでもハイネックニットを着たいときは攻略できるかなと思います、は